マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よく最近ご相談で受けるのが、先生もう私甘いものが大好きでやめられませんっていうね、お声が多いんですよね。あなたも痩せたいけど甘いものが大好き、もうどうせなら美味しく食べてしかも綺麗に痩せたいって思いませんか？私自身も過去甘いものがねやめられない止まらないでしたし、今よりもプラス10キロ太っていましたから、甘いもの食べたいな、でも痩せたいなっていうね、その気持ちよくわかります。そこでこの動画では甘いものが大好きでも痩せる方法がわかります。もしあなたが早く痩せたいけれども甘いもの食べたいとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回の動画のテーマはこちらです。40代50代のスイーツ好きの方でも痩せるオートミールレシピについてお話ししていきます。はい、ここからはこの2つの項目についてお伝えしていきます。1つ目はオートミールのダイエット効果、2つ目は痩せるオートミールレシピを具体的に実演入れてお伝えしていきますので、お楽しみに。では1つ目のオートミールのダイエット効果についてお伝えしていきます。オートミールといえばね、オーツ麦のことなんですけれども、まず腸内環境を整えてくれますよ。そうするとどんないいことがあるかというと、痩せ体質になることができるんですよね。もっと詳しく見ていきましょう。なぜかというと、その食物繊維が多いのでお腹の大掃除、デトックスですよね。老廃物が出て結果代謝が上がって、痩せるわけです。また低GI食品、要は血糖値の急上昇をグッと抑えてくれますから、脂肪を溜め込みにくくすることができます。またタンパク質やビタミン、ミネラルが豊富なので栄養価が高いですよね。そうすると痩せますよ。栄養不足の方は逆に太りますから注意です。そして白米よりも低カロリーなので、例えばお米の代わりにオートミールに置き換えるっていうのも一つのポイントになります。ここからは2つ目の項目です。痩せるスイーツですね。オートミールを使ったレシピ、材料、作り方、実演動画ご準備してます。ご覧ください。まずは材料なんですけれども、このスイーツを作るためにね、ちょっと仕込む必要があるんですよね。何を仕込んでおくかというと、夜の間にですね、このオーバーナイトオーツを作っておきましょうということで、材料です。オートミール 40g、無調整豆乳を 100g、要はこのオートミールの量の2倍から 2.5倍、ひたひたなるぐらいまで浸せばいいぐらいだなっていうね、適量を覚えておいてくださいね。で、私が今回使ったのはこちらです。無添加のオートミールです。おすすめはやはりオーガニック原料を使った、こういった無添加のクイックオーツタイプですね。これロールドオーツタイプって別にあるんですけど、クイックオーツタイプの方がこう結構細かく粒子がね、砕けたタイプになるので食べやすいです。でもちろんね、噛み応えが欲しいとかね、そういった方はロールドといって、そのまんまの崩してない麦のタイプでも OK だと思いますが、今回私はクイックオーツ使っています。で、このオーバーナイトオーツはですね、簡単です。容器にオートミールとこの無調整豆乳を入れて、一晩ね冷蔵庫で寝かしてあげるんですよね。そうすると染み込んで柔らかくなって、めちゃくちゃ美味しくなりますから、翌朝、翌日召し上がっていただくことができます。この準備をまずしておきましょう。はい、ここからは2つ目の項目です。オートミールを使った痩せるスイーツレシピについてお伝えしていきます。まずは手順があります。1つ目です。事前にオーバーナイトオーツを作っておきましょうなんですよね。これは何かというと、オートミール 40g に対して無調整豆乳を 100g、大体オートミールの2倍から 2.5 倍ぐらいの量の豆乳をご準備ください。そしてもう作り方簡単なんですね。保存容器にこの材料を全部入れておきます。これは前の日の夜に仕込んでおくわけです。そして蓋をして冷蔵庫で8時間程度寝かせてあげるわけですよね。そうすると翌日朝にはもういただくことができますから、ここでスイーツにアレンジしていくということになるんです。ここからはスイーツにアレンジしていくレシピ、ココアアレンジについてです。材料1人分です。先ほどお伝えしたオーバーナイトオーツを1人分準備しましょう。そこに
純ココアパウダーですね。お砂糖とかが入っていない、もう本当の純粋なココアパウダーがまあ大体 5g 程度。あとバナナはまあ1本から多いなって感じれば半分でもいいと思います。あとミックスナッツが10粒程度と、あと蜂蜜大さじ1をご準備ください。そしてここからは具体的な作り方です。1、オーバーナイトオーツを作っておきましょう。2、このオーバーナイトオーツにカットしたバナナと純ココアパウダーとナッツと蜂蜜をかけて入れていきます。そして私のおすすめはオーバーナイトオーツですかね、まあ冷えてるわけですよね、まあ、そのまま召し上がっていただいても美味しいんですけれども、私はちょっと軽くねレンチンしておくと、まあ、ホットミールっていうね、温かいホットスイーツ感覚で食べることもできるのでおすすめです。でこのココアとバナナとナッツって、これスイーツの最強コンビだと思いませんか。もう黄金のね材料だと思うんですけども、これがまたねオートミールにぴったり合いますから、ぜひ作ってみてくださいね。ということで今から実演動画ご覧ください。どうぞ。いかがでしたか？早く痩せたいけど甘いものは食べたいとお悩みであれば、今回お伝えしましたオートミールを使っていて腸を整える材料で、甘いものは我慢せずストレスフリーで美味しく食べながら痩せていきましょうというこの3つをね取り組んでみてくださいね。今回のお話は以上になります。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。